まあ、ちょっとだけ。まあ、うせや、もうこれ完璧にまっすぐやから、入るしかないっていう。後ろ置いといてもらっていいですよ、邪魔やったら。入るの？絶対入る。これライン合わせがいいのかな？ライン合わせ、そうそう。今どう？感覚的にはまっすぐ出た感じします？いや、なんかちょっと押しても出す気がする。押した感じ？例えばフェースがちょっと開いてるとか閉じてるとか。開いとったかもしれない。開いてた感じ？そうそうそう。めっちゃ開いてる。やばい。うん。で、まあまあ今多分、ね、開く感覚であったりするのはちょっと自分自身が今見てたらこう構えてる感じがあるね。後ろ気味ね。だからクラブがこう円弧を描きやすくなってるから。距離感ね、ボールとの。そう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 。それちょっと変えてみましょうか。このラインがあるとなんか目がおかしいな。うせ。そうそうそう、今の感覚だとこの親指の付け根ぐらいちょっと体重が置けたんで、そうそうそう、それいいよ。何かおかしかった、ちょっと下手かもしれへん、私パターパターも一緒、パターはねちょっと違うけど、まあまあでも同じような感じです、こんな感じやね、そう、紐が邪魔、いいね、グッときたね、今。いいよ。うわ、クリンパやった。たこ焼き？はい。これを入れられなかった。ちょっとこれね、しっかり自分がそうなってるかっていうのをしっかり踏まえてやる。わ、惜しいな。やば。ちょっと遠い距離したい。はい、どうぞ。下手くそ。うんうんうん、いい感じか。やばい。ちょっとついてるよ、ついてるよ。でも基本的には、ゴルフクラブがインパクトした時のフェースの向きでボールが飛び出していってるから、まあ、そうそう、これぐらいの当たりで、多分2個分ぐらい。逆にじゃあちょっと構えてる時に開いてるのかもしれないし、そうそうそう、それでスクエアね。捕まったよ。距離感って、まあまあ、その、ボールにぶつかったとき、クラブがぶつかったときの、強さであって、そのあたりがボールと反発し合って出るっていう風なところを考えていくと、その、振り幅であったり、そのあたりってあんまり当てにならへんことがあるんですね。で、考えてあげると、例えばその、打っても、まあ、例えば動かないもので、打っても動かないもので、距離感掴んであげる。まあ、例えば壁を打ってあげるとか、柔らかい壁を打ってあげるとか、まあ、家で傷つかないものを打ってあげるとかっていう風なところね、その強さの感覚であったり、その辺を感じてあげるっていうのが一番いいかなと。私、だからほんまに最初の時に学んだのが、こう、手で転がすイメージ。ああ。例えばこう、うん。を、これもあり。それもあり。ありなんだけど、でも手で転がすのと、ここで衝撃伝えるのって一緒かなって考えたらどう？なるほど。私そのイメージずっと回ってたんやけど、うん、例えばこう、短いんやったらまあまあ、うん、なんとなく、ちょっと離れとったりとかしたら、うんうん、でこう転がす感じでイメージして、はいはい、でこう、振り幅変えとったら、あんまり関係ない。あんまり関係ない。じゃあ例えばね、はい、これやってみましょう。こう構えてみてください。構えた状態で、まあまあ、僕がちょっと強さであったり、そのあたりを、まあ、ここにぴったり打つぐらいの強さ加減ちょっと打ってみて。今うん。これぐらいの衝撃が手に伝わってくるってことですね。もう一回。強い？ちょっと強いよね。そう。そこまで。はい。そうそう、それぐらいね。うん。もう一回行きましょう。
めっちゃ強い。そういうこと。そういうことね。そう。だから身構えたり、いろんなこと考えたり、そういうふうに。あ、先当たるわと思ってさ、ちょっと弱めちゃったよ。インパクトの時に。そう。それちょっと弱めたぐらいのインパクトだねっていうこと。自分の思った強さっていうのはそういうこと。なるほど。当てますね。え、何？はい、なしで。いいよ、当てていいよ。こういう強さって。はい。はい。でもそれって一人で練習する難しいよね。はい。だから僕らいるんですよ。あ、なるほど。はい。で、家で自主練するときは、その言ってさっき言ってた、そう。当てて、なんかに当ててこう。そう。その感覚をつかむという。打っても大丈夫なものに対して、どれぐらいの力を伝えて、どう返ってくるか、自分に。が一番タッチをつかみやすい。タッチだからね、基本的に。感覚をつかむという。うん。じゃあ、例えば今のがそれぐらいの強さを出したら、じゃあここどうなんてなるじゃないですか。はい、あ、行っちゃった。ごめんなさい。いい、大丈夫。痛かった。はい。こういう感じが伝わって戻ってくる。強すぎ、ちょっとでも先は。自分に戻ってくるよね。そう。強かった。もう一回。さっきオーバーした。あんま変わらへんと思いますよ、さっきの強さ。そう、そういう感じ。もう一回。何回もやることが大変。そう、これぐらいね。いくよ。違うわ。はい、いいよ。こういう感じね。そう。難しいです。まあでも今みたいに自分でがどれぐらいに伝えてるかってことがまず知ってあげることが大切で、振り幅なんかでやってもあんまり、ああそうなんですね、うん、伝わり方が変わってくる。それでもちょっと応急変になっちゃう。初心者の、そうだ、ね、始めたばかりのことやっぱ難しい。だからもう分かってもらうようにどんどん僕らが説明していくってことすごい大切なことになってくるな。だからショットで、ゴルフのショットでもそういうことなんですよね。ドンってどれぐらいの強さで打ってあげるかっていうのを分かるために、うん、衝撃が伝わってどれぐらい飛ぶか、うん、これ練習していかないと分かんない、うん、覚え方っていうのは一つ、覚えていく順番のあれが必要だと。感覚をつかむことが大事、ね、そうということです。でこれは積み重ねなあかんと思うよね。練習してなんぼやね。練習せえへんかあかん。練習しなくても今の覚えてたら、はい、覚えてた、例えば人に伝えることができたら、うん、どうなんだろう、やってたことが意味が分かってくるよね、うん、そういう繰り返しでもいいかもしれない。そうやね、うん。